さあ、目的地に着いたわよ。手ごわそうだが、やるしかない。傷を負ったら言いなさい。巻き込め。氷の槍よ。飛んでいる相手ならまた避けない。こうも飛び回られてはな。分かってるわ。私が落とすと下げろ。飛んでいる相手は任せて。私に任せて。私なら落とせるわ。いけるぞ。目を怒らせやがって。キューハイム、ポーハ、エルモンジー、やらせか。優勢陣、いけるぞ。優勢陣、そうだ。変更か。そうだ。やるじゃん。優勢陣、やるじゃん。ぶっ潰してやる。信頼漏洩かけ。さあ使用バッテンズ。また強くなったぜ。目が折れそうだ。協力して戦うぞ。ここまでだ。やれるぞ。この炎で最後の戦いやらない。どうだったらあんな腕に出せ。やっと流星陣超炎だ。氷の槍よ。超炎だ。フリーズローター。来い。やっと流星陣。俺の真骨に行くわよ。どうも終わりやる。ついてきたら残りは俺に任せろ。こっちの方だ。マジンカン、はぁ、叩き捨てる。まとめて回復するわよ。そこだ。やっ、醤油と今だよ。やっ、そうだ。変更か。私、確実についてる。なんか機嫌いい。私のは壊すばっかりだから。マジで。そこだ。アフレット。流星人。どんどん回復。私の手が必要か。流星人。何か不満でも。光の拳を受けてみな。マジンケン、どんどん行け。絡めとる。やろう。マジンケン、どういうバラにしてやる。この流星人、今
また強くなったって。この調子で行こう。雑魚には負けねえって。まだまだ腐えねえとな。強そうな武具だね。シオンの力はすごいな。振るったのはあなたよ。寒い。通学のなかった頃が懐かしい。忘れたの？通学がなくても風邪は引くのよ。この三体、どこかで遭遇したことがあったかな？手ごわそうです。用心してください。何でもいいけど、こいつらが鍵持ってるか分かる魔法とかないのか？魔法はうせもの探しじゃありません。ちょうどいい。戦えば少しは温まる。色の違うブーグルか。それぞれ属性が違うみたいだね。よし、私は赤いやつを担当しよう。温まりたいだけです。ロイヤーを倒せ。体が悪いや。異常な弱そうなとこを戦おうぜ。仲間を奪ったな。優先を発しろ。
危ない。
薬を使った。光へ、そっちだ。炎よ、この余裕は忘れずに。マジンガーストライク、氷の槍を決めたよ。光よ、そこらへん流星陣のリスイーツ、みんなトラッシュだ。エンジェルこっちの番だ。こっちの番だ。トクラッシュだ。トクラッシュ、この意識止める。出させ今だ。戦闘やった。流星陣光を引っ張った。今に任せてくれ。もう続かればいけるぜ。あとは頼む。マジンガー名称次ロフト。だってどういうと今の力で取り戻す。クラッチ、レンジェス、なかなかに頼むね。ちょっとは認めたか。別に認めてないわけじゃない。見てやる。うん、だぜレンジェス。うわぁ、
くがいい。炎が地べたを這うがいい。これまでの戦いが実を結んだな。
ここまでは無事につけたな。明日もよろしくな。お腹いっぱい。ほんと食うの好きだよな。そんなことないわ。何も恥じることはあるまい。
どい相手だったぜ。面倒そう。相手ね。こう止まれるとやりづらくて仕方ねえ。血を頼めるか。え、長さです。これ以上割れなくて絶対に。フリーズだ。やっと拳を受けてみな。次、絶対に。決めて。ノー、灼熱のバーンストライク。さあ、次よ。任せとけ。ジュース止める。乱れなく切迫の見せ。いけるぞ、リグル。精霊力をアタック。今だ。クルーコラプション。いけるぞ、リグル。私確実についてる。なんか機嫌いいな。また強くなったぜ。よくできそう。他の後悔を
ここまで手こずるなんて。何かに使えそうだな。もっと力が必要ね。強さ。そうな武具だね。私、確実についてる。なんか機嫌いいな。ねえ、ピカピカの敵がいるよ。また強くなったぜ。バッチシ決まったな。もっと力が必要ね。よし、盾も鎧も傷はないな。
誰だお前ら。あ、これは多分だよね。髪の色同じだし当たりなんじゃね。おい、何をこそこそ言ってやがる。兄の方は随分と柄が悪いようだ。ヤサ男に兄と呼ばれる覚えはないが、お前たちエドナを知っているのか。傘を持った女の子ならここに来る前に会ったけど。あった。近くにいるのか。俺はあいつのそばにいるわけにはいかない。船のことも気になるし、早いところ帰り道を見つけないと。待て、妹と合流しないのか。なぜ。死神の呪いに巻き込むことになるからだ。あんた、なんかかっこいいな。こんなことならあの子にいろいろ聞いておくんだったぜ。勝ったら一つだけ質問していいとか。ひょっとしてあんたの影響か。お前たち、あいつに何かしたのか。一勝負させてもらった。つまりあいつに手を出したんだな。構えろ。妹の敵は許しておけん。お前ら生きてこの場から去れると思うな。ちょっと落ち着いてよ。あの場合は仕方なかったっていうか。兄とはこうしたものだ。兄さんも私が泣かされるとよく飛び出してきた。サラは落ち着きすぎだから。とにかく応戦だ。来るぞ。あの子も話す気づかなかったけど、血筋なんだろうな。に多勢に不勢だろうと追い出にかかっていく。サラも戻ってきた。ドラゴンの軍勢を奪う。
というわけなんだ。なるほどな。つまりあいつが望んだから勝負をしたと。納得していただけたら何よりだ。事情は分かった。お前たちの腕も分かった。言い分は信じてやろう。だが手を出したことは許せん。まだ言ってる。それとも俺が近くにいたせいで死神の呪いが向かったのか。その死神の呪いという法則だが、この世界が混ざり合った場所では影響はないように思う。この場所の基盤はあくまでも我々の世界だからな。なるほど。それならもしかすると、いや、妹に会うのが気まずいのか。お前たちにはこれをやる。俺は俺の好きなようにやらせてもらう。まだまだ上を目指す。エドナがいるならもう少し小綺麗にしておくか。ここまでは無事につけたな。備えあればというが、そうだシオン、今日の夕飯の希望はないか。私、キサラ、少し話をしたい。また理想の社会について考えているのか。いや、最近はむしろ
考えないようにしているんだ。頭の中で考えているとつい理屈の話になる。血が通っていないというか、すきっ腹を抱えるのは辛い、家族を奪われるのは辛い、それをただなくしたいだけのはずなのに。失礼。頭を使うのでも腹は減るらしいな。ちょっと待っててくれ。ごちそうさま。どうした？アルフェンも随分料理が達者になったな。まあこの旅もいい加減長いからな。練習する機会はたっぷりあった。だがおかげで腹もいっぱいになった。この単純な嬉しさ、やはりややこしい理屈よりよっぽど説得力がある。そういえばローが言ってたな、難しい講釈で腹は膨れないって。ローらしいな。だが真理だ、腹いっぱい食べられること、大事な人と共にいられること、それより重要なことはそう多くない。大事なといえば、最近あまり未球団の話はしないんだな。意外とお前も底意地悪いのだな。だがそうだな、同じくらい大事な仲間ができたからな。どんな社会だろうと、その仲間が幸せになれないなら意味がない。そこが私の土台なんだ。洗濯物を畳んだら私も休むよ。起きろ。そろそろ出発するぞ。